リライズニュースの編集を務めています川野哲人と申します。今日はケビン様にお話をお伺いしたいと思います。今日はですね、お忙しい中、貴重なお時間を作っていただきまして誠にありがとうございます。よろしくお願いいたします。それではですね、早速質問の方入らせていただきたいんですが、ケビン様はどのような夢やビジョンをお持ちでしょうか？それ僕はツイッターとかでマインドフルネスについての情報を発信させていただいてるんですけど、そのマインドフルネスをね、もっと一人でも多くの人に知ってもらって、みんながね、平和な心を獲得して、やっぱりこうストレスが溜まってる状態って、人間自分の能力を自分がやりたいことに100%注げないっていう状態になってしまうので、みんながそれぞれ自分のね、夢とかやりたいこととか、自分の大切な人に自分の、エネルギーをこう100%注いでもらえるっていう、そういういい状態になってもらえるような、そういうね、なんて言うんでしょう、そういう状態になってもらえるように、マインドフルネスっていう知識をね、もっとたくさんの人に知ってもらいたいなというふうに思って、活動してますね。いや、素晴らしいですね。ありがとうございます。いえ、やっぱそすいのません。まとまっ心てのない。状態っていうのが大事ですもんね。いや、本当大事ですよね。最近よく言われたりしていますね。いろんなところで。いや、本当にね。やっぱそういう人がこう、例えば家族の中とか、職場とか、ひいてはその学びの場だったりとかっていうところに、そういう人たちがこう溢れていったときに、どんな社会とかになりそうだなとか、なりそうでしょうか。そうですね。やっぱ特に去年から、まあこういう全世界的になんかすごいストレスフルな社会にはなってるっていうのは皆さんご存知のところだとは思うんですけど、そういう中でやっぱりその DV の問題だったりとか、うつ傾向が、まあ特にね、顕著に現れてきてしまっている人がね、多かったりとか、まああと、特に日本だと、経済的な動きと自殺者の相関がぴったりこう比例して動くじゃないですか。まあ、そういうふうな状況で心のケアっていうのは特に需要高まってるんじゃないかなって思うんですよね。もしその部分のケアが欠落してしまうと、その家庭環境もどんどん荒れてきてしまったりとか、社会的にもその なんだろう、まあ、すさんでね、来てしまうんじゃないかなとは思いますね。ありがとうございます。逆にそこがこううまくいったら関係もうまくいくし、そうでですこう元気ね。にこう過ごせるって、で経済もどんどん活性化していくっていう、なんかそんな感じでしょうかね。そうですね。ありがとうございます。それではですね、そういった夢やビジョンに向かって、どのような目標や計画というのを立てておられるでしょうか？そうですね、先ほどもちょっとお伝えしたんですけれども、まずは、より多くの人に知ってもらえるようになったらいいなというところで、ツイッターで発信させていただいて、あと、本当に深く学んで、もちろんご自身の人生をね、それで大きく変えていただくっていうのもいいんですけど、その影響ってやっぱ周りにもこうどんどん広がっていくものだと思うんですよ。そういったところで、本気で学びたいという方のためには、個人的に講座をさせていただいたりもしています。でもやっぱりそれって、対個人だと数に限りがあるので、僕も一人の人間ですし、将来的には、もっと影響力を広げていくために、例えば法人様に研修として、そのプログラムをマインドフルネスのね、取り入れていただくとか、あとは今ちょっと考えているのは、リラクゼーションサロンさんだったり、そういうところで、ちょっとマインドフルネスを応用したプログラムを導入していただいて、そのお客様に提供してもらえるような、そういう流れをね、作れたらいいなと思って、本当、ちょっとずつではあるんですけども、動いているところです。これから楽しみですね。そうですね。
ノロノロ動いてる感じなんですけど。ですね、少しずつ。はい。ぜひ。じゃあ、そういった、今はツイッターとその個人の、セッション、これから法人とか、はい、リラクゼーション、サロンとかに、まあ、心と体の健康をセットでこう、みたいな感じかもしれないですけど、そうですね。そういった、より多くの方に溢れて、学んでこう深めていって、もらうために、現在その、どのような、活動をされていて、その活動する中でこうご自身が大事にしているこう指針みたいなっていうのはどういったものがあるでしょうか。活動としてはツイッターでの発信、あと YouTube での発信も、時々しています、はい。最近ちょっとサボっちゃってますけど。あとその先ほどお伝えしたリラクゼーションサロン様への、まあ、メニューのご提案だったりとか、はい、そういうところもしているんですけど、はい、僕が大事にしているのってやっぱ再現性かなと思って、あ、ね、結構やっぱそのメンタル的にやられた時ってなんかこう自己啓発と か、 なんか引き寄せの法則みたいな、うん、そういうところに走る人も結構多いとは思うんですけど、そういうところに行った時に結局何も成果が出なくて逆に落ち込んで終わってしまうっていう人が結構多いんじゃないかなって思ってて、はいはい、で それなぜかって突き詰めた時に再現性がないからなんですよね。あ、再現性がないっていうのはサンプル数が少なくて、例えば個人的な意見だけでそのものを言ってるとかそういう人が多いがゆえに、うんうん、その根拠はないと。100人やって100人できるかって言ったら全然そんなことなくて、100人中1人か2人しか当てはまらないものをさも全員これをやったら絶対うまくいくかのように説明して、まあこうなんていうライティングとかうまくやってね、ああ売られているところが問題かなと思っていて、僕はそういうのはしたくなくて、やっぱりその科学的な根拠がしっかりしているところで100人これやったら、まあ、100人中100人まではいかないまでも99人ぐらいは必ず、効果があって再現性高いですよっていう科学的根拠をしっかりしたノウハウ知識をお伝えしたいなっていうところで、だからマインドフルネスで、はい、売ってるんですよね。あれってもともと科学的な実験の上に成り立っている技術なので、うん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 、ありがとうございます。はい、じゃあそういった活動を、今のような活動とかビジョンを持たれるようになった出会いとか発見っていうのはどういったものがあったんでしょうか。出会いではなく発見という感じなんですけれど、はい、まあ、僕自身が、仕事で、まあ、疲れるというかね、病院に行って診断をもらうまではしなかったんですけど、はい、まあ、うつのような状態になってしばらくこう家から出ない時期があったんですよね。あ、うん、で、はい、このまま何も気力は湧かないけど、でもなんとなくこのままじゃまずいんだろうなと思って、こうネットとかいろいろ漁ってたんですけど、でその中で出会ったのがなんか瞑想がメンタルにいいらしいみたいな、あ、あ、はい、っていうのをやって、でも瞑想やるのって別にお金がかかるわけでもないし、時間が数分でできるものだし、はい、で、まあ、1回でしかも結構科学的なエビデンスも熱いと、はい、しっかりしていると、というところで、じゃあもうこれ一回やってみるかと思って、やってみたら、まあ、結構ハマったんですね。へぇ。で、もっと知りたいなっていうふうになって、はい、どん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 、ネットで情報仕入れたりとか、どこの大学の誰が研究してるんだろうかとか、はい、じゃあこの人は本を出してるのかどうかとか、そういうところで、どんどん知識を深めていって、まあ今の状態に。この最初にネットをこう見てて、はい、こ
瞑想です。うん、そうですね。瞑想っていうのは、その、どっかの、なんか教室行くとかじゃなくて、最初はその自分で部屋で一人でやったみたいな、そんな感じだったんでしょうかね。そうです、そうです、そうです。ああ。うん。では、これはいいなっていうので。そうですね。ああ。もう1ヶ月ぐらいで僕、まあ、これ個人、完全個人の感想ですけど、はい、1ヶ月ぐらいで結構効果を実感してきたので、あ、いいんじゃねと思って続けていったら、まあ、だんだんその気持ちもポジティブになってきたというか、ネガティブな感情が減ってきたので、いいじゃんと思って。これみんなやればいいのにって思ってね。そこからだん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 外に出たりとか人に会うようになってみたいな感じです、うん、そうですね、はあ、すごいあれですね、大きな出会いでしたね。いや本当にね、あのきっかけは本当大したことないと思うんですよ、こういうのって。なんかネットでなんかこういうの読んだとか、うんうんうん、ほとんどその程度じゃないですか。それって日常的に情報っていくらでも触れてるわけだし、うん、ただそれを実際に自分の体を使って行動に移したっていうのがね、こういう大きな変化につながったのかなと思いますね。ああ。うん。確かに。見て終わっちゃうっていう場合もありますもんね。うん。ありがとうございます。じゃあそういった発見の背景にはさらに何があったんでしょうか。発見の背景にはもともとその時だけじゃなくて、はい、昔からなんかネガティブだったんですね。あネガティブでなんかすぐ落ち込むし、とにかくメンタル弱くて、はい、このままで人生生きてたらめっちゃしんどいやんと思って、あなんかないのかなって思ってた部分もちょっとあったんですよ。あそれはもう学生の頃とかから、うん、気づいた時にはあって感じで、うんうん、それも結構でかかったですね。多分その、はい、ま、前段階というか、その前提がなかったら、多分そこまでね、実際に瞑想をやってみようかってなってなかったと思うんですよね。うん、うん。うん。なんか、自分がメンタル弱いかもっていうのを、気づき始めたっていうのは、うんうん、なんかきっかけとかあったんですか。きっかけっていうか、なんか、きっかけとかないですね。もう人生、なんだろう、こう、世の中はクソだってずっと思って生きてたので、はい。もう なんでこの世の中は全部自分に都合の悪いことばっかり起こるんだろうってずっと思ってたんで、ああ。なんか目に映るものすべてが、はい、なんだろう、敵だったんですよ。だから完全になんかこじらせてますよね。中二病の究極系みたいな感じになってますけど。それは大変でしょうね。うん、大変ですよね。でもそのうつ状態というか、メンタル弱くなってしまって、なんか、はい、いろいろしんどいなとか生きづらいなとかなっていう時って、割とそういう傾向あると思うんですよね。なんかほんの些細な出来事で、例えばちょっとグラスが割れたとかそういうことでも、なんかものすごく大げさに捉えてしまって、あ、これはなんか自分が攻撃されてるんだみたいな風に捉えてしまう、うん、今のはすごい例えばなんですけど、なんかでもこう自分に対してネガティブなものだっていう風に捉えてしまうのってあると思うんですよね。はい、うんうんうん、そういうのから抜け出すのにすごい良かったですね。マインドフルネスとかはね。ああ、うん。
すごいですね。ある意味壮絶な学生時代だったかもしれないですね、そういう意味では。多分そうですね、内面的にはすごかったと思います。なんか外でこうちょっと人間関係がこじれたとかそういうのはなかったですか？そういうのはまあそう表向きにはそんなないと思うんですよね。普通に大体僕みたいな人って表向きには普通に学校を卒業して就職もして仕事もしていたって普通に見えるんですけど、その、はいはい、中身がなんかめっちゃしんどいみたいな感じなので、その表向きが普通だから全然人にも相談できないみたいな、理解してもらえないんじゃないかっていう恐怖があったりしましたね。それは余計に大変だったかもしれないですね。外から見たらね、全然平気というか、そんな風に思ってるとは、なかなかこう気づいてもらえないというか。ありがとうございます。はい。多分今話聞いてて、私のこれは勝手な見解ですけど、なんかそういうこう、日本人って本音と建前があるので、表面的にはこう笑顔してても、なんかすごくこう心の中でなんかいろんなことを思ってる方ってやっぱ多いんじゃないかなって思うんですよね。なので本当にその自分の心をしっかり明るく元気にさせていくっていうのは特に必要だなっていうのをすごく感じました。それではですね、この動画結構いろんな方、見てるとですが、その、動画見てる方にちょっと一言メッセージいただいて終わりにしたいと思います。お願いいたします。ありました。ご覧いただいてありがとうございます。なんだな、ツイッターとかも発信しているのでフォローお願いします。これからも役に立つ情報を発信していきますので、よかったら、ね、応援してください。お願いします。頑張ります。こんな感じですかね。はい。今日は、お忙しい中ですね、貴重なお時間、ケミン様、ありがとうございました。ありがとうございます。